さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。チャンネルアジア沖縄サテライトスタジオ、一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラムがお送りしております。キャスターの日本会議の上野でございます。本日はですね、素敵なゲスト、このもう沖縄だけではなく本土でも話題になっております八重山日報の皆さん来ていただきました。では最初にですね、自己紹介をちょっと一人ずつしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。八重山日報沖縄本島支局の支局長、伊藤大輔でございます。はじめまして。沖縄本島、本島支局、営業企画部、安室陽介と申します。よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。はじめまして。本島支局営業企画部、5月に入社しました高吉陽介でございます。実は、支局長、大輔、陽介、陽介でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。素晴らしいですね。いや、もう気合い満々で、はい、ありがとうございます。本当にこの八重山日報が本島に進出してですね、まあ、こっちの本島の空気も少しずつ変わってきたというふうに私も実感していますし、もう皆さんのおかげだなと思って改めて感謝、させていただいてるんですけども、でもこう意外と新聞を作ってる人たち、中で働いてる人たちっていうのはどういう人なのか、まあ、読者でも知らない人って結構たくさんいると思うんですよね。そういうこともあって今日はですね、まあ、そのこういう人たちがやってるんですよということで、もっともっと広めていこうということで来ていただきました。ありがとうございます。で、早速皆さんがですね、この八重山日報入社した経緯とかきっかけ、そういったものをですね、ちょっと一人お一人お聞かせいただきたいんですけども、まあ、本当支局の親分である伊藤さんがどんなきっかけでこの入られたんでしょうか。ちょっと真面目な話になるんですけども、どうぞどうぞ。いいですか。どうぞ。8年前、ちょうど2回前の、はい、県知事選の時に戻るんですけど、私、8年前に、中山先生が2期目の選挙、で宜野湾市長選挙、ダブル選挙だったんですね。でその時に私は宜野湾に住んでいまして、宜野湾の市長選の応援ということでしたので入っておりました。でその時にも本当に最初の私も選挙の手伝いもあったので、はい、本当に何もわからないままでしたけど、先輩方に引っ張っていただきながら朝から晩まで本当にもう一緒に寝食を共にして戦ったと。でその時にいろいろお世話になった方もいるんですけれども、はい、国会議員の先生方も結構応援に駆けつけて、いただいたものですから、その中で参議院議員の三田子先生であったり、三原純子先生であったり、佐藤光先生であったりということで、私が車で空港まで迎えに行って、でまた支援者のところ回って、会場に回って、ガバガバって、また空港まで送るというのもやりながら、マニフェストが出来上がってきて、これを印刷物にするときにどういう配置でやるかっていうのも、なぜか私も呼ばれて、こうしましょうよと結構な言いながら、もうそれだけもう人材、みんな外に出て、どれだけアピールするかってことでもみんな出払って、私はその中でこういう話を。しながら、でそのマニフェスト、いろんなマニフェストがあって、まあ、いいマニフェストいろいろあったんですよ。その時 の, 市長選挙の候補者は自民党系でありましたけれども、足富孫先生の市長選の挑戦だということで、私も足富先生の選対に入っていました。でそこでいろんなマニフェストがあって、これをみんなで呼びかけながら、こうやって宜野湾市よくしよう、沖縄もよくしようということで走り回って、でこのマニフェストの中でいろいろある中で一つマスコミにちょっと間違った報道があったんですね。これはいろいろ選挙戦全部やってきて、最後の日韓戦争があって、大きな影響を受けましたね。その最終もう投票日ですね、日曜日の投票日の朝刊に、まあ、ある、まあ、沖縄県西が大きいですから、その中の一つであることはどっちかなんですけれども、そこの中で足富先生の マニフェストの一つである、宜野湾市の水道料金を下げると、皆さんの経費負担を軽減するというようなものがあったんですけれども、そこで
当日の朝刊にはそれはすぐあげるというふうに書かれてしまって、我々も本当に何ヶ月間も一生懸命やってきた中で、一言で本当にこうやるせない思いがあってですね、でまあそれがどれぐらい影響したのかはちょっと私も定かではないですけれども、あのみんなで頑張って役員よくして中山先生とダブルで勝って、それからモデルも引っ張ってきて、そういうような話をしてた矢先にもこういうのが当日起こったわけですね。で起こって、で結果どうだったかっていうと、まあ、投票、まあ、大体五分五分でスタートしながらちょっとリードしながら、それで最後の最後で負けてしまって、ね、もうそれはまあマスコミの生徒は一言では言えないんですけれども、まあ、与えられた心のダメージは非常に大きくてですね、で沖縄の政治、まあ、選挙っていうのの難しさというか、本当にあの沖縄をどういうふうに良くしたいって思う気持ちを伝えるにはどうしたらいいんだろうって思いながらの選挙だった。でこれが終わって、で私は国会議員の応援の方が、はい、送迎もしてましたんで、その中の佐藤ゆかり先生から電話がありまして、で僕も今回残念だったねと、だったけれども、うちちょっと秘書を探してるんで、ちょっと試しに履歴書送ってみませんかと言われたわけですよ。すごい。それでまあもうなんかそんな沖縄にいていきなり永田町に行くわけもないし、お言葉ありがたいんで、履歴書を記念受験のつもりで書いて、で提出して、そしたらまた10日後ぐらい電話かかってきて、東京来る予定ありますかと、でちょっとお話しませんかみたいな話になって、東京来る予定全くなかったんですけど、無理やり作りまして、まあ、こんな国会議員先生と話する機会もないわけですから、でそこで行って、でいい記念に持って帰ろうと思って、まあ、行ったんですよ。これは年末だったんですよ。それで12月のもうクリスマス前にね、東京のニュースが見た中で、自分はもうなんかみすぼらしかったので、で国会議員 の議員会館があるところに、参議院議員会館に行ったんですよ。そしたらもうすごい建物がね、やっぱり国の力っていうのはこういうもんかと、すれ違う人、すれ違う人みんな一人一人国を支えてきてる人なんだなと、こういう中で働いてる人はすごいなと思って、まあ恐縮するように行って、で佐藤先生の事務所に入って、2時間ぐらい、まあ、自分の話を、今までの話をしながら、どういうことができるのか、パソコンを使えるのかとか、車を運転できるのか、いろいろそんな細かいことのいろいろ話をして、その2時間の終わりぐらいに、佐藤先生がもう来月から来てくださいと、急遽もこの場で答えもいただいて、もう急転直下も、もう年末ですから、で私がもう部屋も用意するからということもあって、でじゃあもう免許まで済みなさいと、でも、まあ、それが私の苦労の始まりだったんですけど、波乱の波乱の、それでまあ目黒に住むことになって、国会議員の秘書という生活を、まあ、送ることになったんですけど、それが8年前からスタートして、それで佐藤先生のところで、非常に可愛がってもらいながら、秘書っていうのは本当に熱心奉公で、自分の時間もなく、自分の楽しみも全部捨てて、この国のために働いている国会議員を支えるというところで生きがいを感じてくるっていうような時間だったんですけど、でそれが今実家、まあ、昨日はですね、父母が、まあ、だんだん年も取ってきて、で特に父が体調を崩してきたこともあって、沖縄に戻らないといけないということで、佐藤先生と、本当に大変お世話になりましたということで、読みさせていただいて、で去年もおとと、細かく言えば一昨年の11月からなんですが、沖縄の選挙区第2区の宮崎雅久先生の国会議員秘書も、させていただいて、で約1年間、だそれから読谷までの中部地区を、宮崎先生と一緒に回って、沖縄の8年前を思い出しながらどんだけ厳しい選挙だったか、宜野湾回りながらも思い出すわけですよね。そういうのを思いながら回って、で10月に解散総選挙が去年ありました。でその時に私思ったことは、はい、私一人、まあ、秘書として入ったわけなんですけども、やっぱりなかなか力不足で一人っていう力っていうのはなかなか
票にどれぐらいつなげられたのかは定かではないですけれども、まあ、汗かきながら一応県警回ったつもりであるんですけれどもね、残念ながら宮崎代議士をもう一度国政に上げることができなかったので、本当に1年間自分のやってきた秘書生活の中で非常に反省した1年間で、その結果が出てしまって、でその選挙期間中に米軍のヘリが墜落事故にあったりして、もうマイナスの、ね、風ばっかり吹いてくる。それがもうどん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 またマスコミもね振り上げて、米軍が落ちるのはあたかも自民党が悪いわけではないんで、そうなんですよね、あれはどういうことなのか、そういうわけではないんですけれども、まあ国防っていう面ではね、今の段階でどう考えるべきかはまあいろいろあるでしょうけれども、まあ現状現実主義である我々の民党系ということで保守系の考え方に進めてきたんですけれども、まあ、そういう事故もあり、非常に残念ながら自分の代議士も本当にもう毎日真っ黒になりながら回って一緒にやって汗を流してきたんですけれども、なかなか難しい結果になってます。でそこで私は沖縄をもっと根本的に変えないと、本当に頑張っていこう会議の先生方をもう一度国政に上げることは非常に難しいんだ、そこで沖縄の問題は何なのかって言ったときに、まあ、マスコミと教育なんじゃないかなと、その通りですね。でそこで私は教育者っていうのはすぐにはね勉強だけではないのでたまたまではあるんですが、宮山日報の宮原社長にお声をかけていただいて、一緒に沖縄を変えようと、大変かもしれない、大変な道のりだけれども一緒にやってくれないかっていう言葉で、8年前を思い出しながら、できるだけ情報を開示できるところを開示して、県民に本当に沖縄を良くするにはどういった情報を広げ上げて、それで情報を持って投票に行ってほしい、向こうに書を読むなら僕は絶対読まないですし、今度読んでほしいです、むしろ僕らのも比較して読んでいただいて知識を増やしていただいて、偏ったってまたあるかもしれないですけどね、片目で物事を見るんじゃなくて両目で見ることで、本当に多角的に判断をしていただきたい、宮原社長の言葉もあったように沖縄を何とかしたいという気持ちで宮原日報に入ることに決めまして、今年の1月からお世話になることになるというのが、ちょっと長かったですね。いや経緯で恥ずかしながら、いいもう聞けてよかった、ね、入った年に、はい、県知事選がある。そうですね。すごい、また因果かなと思うんですよね。これは運命でしょうね。そうですね。でもこの県知事選は僕にとっては人生忘れることができない県知事選。まあ4年ごとに訪れるんですけれども、今年は特にこの八重山日報が沖縄本島に進出してきて初めての県知事選挙がある。ここで我々はどうあるべきか。もっといろんな情報を出して、県民の皆さんに、沖縄が豊かになるには、孫や次の世代にどうやって伝えたらいいのか、また沖縄だけの問題じゃなくて国防だとかそういったものを含めて誰を選んだ方がいいのかというのを真剣に県民が全員一人一人考えていただくきっかけになれたらいいなと、そう思ってできるだけ読んでいただきたいと思って、真面目な話で、いや本当に8年前の話になるとは思わなかったんですけど、そうなんですよ。そこの時からマスコミの戦いがあとは聞きまして、いや本当にそうですね、この突然三日戦争の時によくやりますし、ヘリが落ちたらもう鬼の首を取ったかのように、いや政策論争が吹き飛ぶんですよね。そうなんです、あれのせいで。そうなんですよ。確かに伊藤さんのおっしゃる通り、何をもって選ぶのかっていう選択肢がギュッと狭まってしまう、そのチャンスを本当に八重山日報が広げている、その本当に伊藤さんがいる、来たのも、なんか変かもしれないですけどね、思いますね、ありがとうございます。でも、私が入ってから、続々とやっぱりこう、そうですね、2人のように優秀な社員が入ってきて、心もあり、頭もあると、本当にこれは我々にとっては、非常に心強い社員が入ってきてはおりますが。
チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生ほか、たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。